富士シダモノクサウルムマキシマイクス部は、小葉の石カグマ科のシダ植物。細長いタンウ状の葉を持ち、その先端から根を下ろして新たな株を作る。常緑性の小型のシダ。根茎は短くて、斜めに立ち、微細な毛がある。傭兵は褐色で光沢があり、ほとんど無毛で、長さ5から10センチメートル。身はタン状を吹くようで、皮薄の草質で、 長さ十五から三十センチメートル、幅二から三センチメートルで、新緑色だが、乾燥標本では黒みを帯びる。葉の先端は普通は、ツル状に長く伸び、そこに芽を生じ、地面につけば根を出して新たな株を作る。右辺は五十対ほどになり、高皮心型から長大型で幅四から六ミリメートル、先端は鋭く尖るか、鈍く尖り、柄はなくて、基部の先端側は、 大きい角度を持ち、耳状の突出部があり、気部が合わせば丸。右辺の円には深く、先端が丸まった巨子がある。側脈はほぼ平行に並び、裏面の脈状には単行色の細かな毛がある。放子脳群は小さくて、円形で、巨子の突起ごとにつき、その円が反転して、放子脳群を覆うようになることがある。包み膜はない。和名については、富士舎で、 富士に生えるシダであるが、この富士は愛知県犬山市にある尾張富士を指すものとされている。本州では福島県と関東地方以南、四国、それに九州では中北部に分布し、国外では中国と台湾から知られる。山林の森林内に生育し、地上や岩の上に生じる。葉先から新しい株を作るので、しばしばまとまった群落を作る。気候帯としては、 温帯南部から団体に位置し、深い山林、特にインジュリンの下の岩石地に生育するが稀である。本種は大藤下族に含めるのが通説であるが、この属の多種は二羽上複用であり、本種は一羽上複用という点で明確に区別できる。また、刃先が鶴状に伸び、 先端に目を生じるのも例が少なく、その点で本種を藤ダ族ティロプタリスとして、P マキシマビックス部とする説もある。その場合、この族は本種のみを含む、単形族となる。美しいシだ。以下、種として、岩月編、P107 ここまで、岩月編、P107 田川、P52 田川、P52 池畑、P44。ありがとうございます。